試合も近づいてきて、まあ最終段階って形ですね。やっぱなかなか本当に相手に国内では困るので、スパーリングさせてもらえる機会ありがたいです。お願いします。じゃあ、お願いします。こんにちは。おー、別の、ああ、久しぶり、久しぶり、久しぶりです。久しぶり、やっちゃう今日。お願いします。怖い怖い怖い。ちょっと、こうやって並ぶと、ポッコンさんの方が大きいんです。まあ、でも体重がもう150キロ。120キロ。そうです。やばない、なんか120っていう、だってこんなボクサーいてます。今日は、これでいいです。あ、いいんですか。いや、俺もブレイキングダウン8とかの差もあるから、すごい練習なの。こんな選手いてないと思うから、勉強になると思うから。ちょっといい？いや、ちょっと今日ほんまちょっと気合入ってきたから。150キロであんな動ける人いないと思うから、単純な経験値として大きい人とやるのは嬉しいっすね。よし、スタッフ、一旦説明した。一旦大体説明した。100分の1の力って言ったよな。100分の1の力、あれが。やばいぞ。何割？ 1 割。じゃあ、ほんま、ちょっと見てる人どんな感じかわからんけど、こボンって始められたよ。はあはあ、俺目、こっちの目、ここだったんですよ。こっちの目の視界がこっちになって、こっちの目の視界がこっちだったんですよ。こういう視界。ちょっとミツロ。はい。お前、ちょっと3分は俺無理や。そう。ちょっと1分でやらせてくれ。俺、ブレイキングダウンの選手や。ノッコンさんの。ああ。こんなもん、お前3分でお前、やったらこっちは配分考えてやらな。確かに。配分考えて。やるだけボクシングの面白さでもある。なるほどね。これは一本取られましたから。よっしゃ、一分に穴入ります。おい、ありがとうございます。どう マジ
マジ。っていう気持ちあったんですよ。テレ番組上違う、マジでやばい。これでヘビー級で3分マックス何本あるのプロやったら12やろ。36分です。死ぬて。厳しい世界やね、ボクシングは。まあもちろん僕たちの重量級は、軽量級と戦い方は、結構ガラッて変わって、あんま手を出さないで、一発狙いっていう階級ですけど、僕はサイズが小さい分、スピードとクイックネスで作ってくっていうボクシングなんです。ああ、そうなんや。あなたは世界を取れるわ。ありがとうございます。マジで。ちなみに今三つ野さんどのぐらいだったんですか。まあでも本当3割以上は出さないですね、こういう未経験者の方と。俺の体重のパワーを前面にぶつけて、あなたは攻撃しない、あなたは耐えれる、そういう構図を僕は欲しいと思います。なるほどなるほど。あなたよくやってますよね、ボディ打ち。やってますよね。はい、わかりました。あれやったら僕勝てますよ。今まで全く効かなかったですか、ボディは。そうですね、あの企画の範囲内の企画でしたら効かないですね。お願いします。お願いします。お願いします。入ります。シャイ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 。もっと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 、残せ残せ、もっと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 、残せ残せ、もっと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 、残せ残せ、こいつやばい、大変な言ってるんだ。あの牛のさ、ぶら下げてるやつ投げてるあれみたいな。ブロックリング全然聞いてない。大丈夫です。でもあの面白いことにやっぱノコさん体重まであるじゃないですか。で軽量級から重量級までいろんな人とコラボしてきても、やっぱ軽量級の方よりパンチない。パンチの打ち方を身につけたらやっとその150キロを利用できるんで、よくボクサーの方のシャドウのイメージあると思うんですけど、こう肩を抜く、ボクサーのシャドウってこう、こう肩で遊ぶんですよね。それができると衝撃が伝わるんで。あ、なるほどね。お願いします。おー、じゃあ来いよ。はい。会場の皆さん、アベマ TV でご覧の皆さんにお見せできればいいかなと思います。今回も盛り上げます。ボンバイ。